これね、はい、匿名のね、はい、2月27日の夜、春を呼ぶ童謡からまたゆっくりとした大人のわがままと、年相応の品格を持った気立ての良い、坂巻さんと、誰坂巻さん楽しみにしました。またほっとしたひと時でしたって書いてあったけど、はい、坂崎のことを坂巻さんだと思ってる人。この番組って、この番組って、俺もお前も正当な評価を受けてない。曲がってますね。全くね、聞いてる人がね、拓郎だろうが、酒竹だろうが、誰が喋ってようが、坂巻でいいんだもん。坂巻さんだ、俺は、吉田拓、ローだもん。そうですよ。俺、坂巻さん、遊園地の館長じゃない。俺たちは、誰がこの番組をやってるかなんかを、全然期待されてないんだよ、ラジオ聞いてますか。なるほど。いいから適当に押す、じじいたちが喋ってろっていうのは、じじいたち。その程度のことなんだ。面白いし、うん、ちょっとした時間稼ぎ。なんか月曜日にか、火曜日も面白いんだけど、月曜日やってんだよ、うん、っていうことで、あれをやってるのは拓郎と坂崎この世だっていうことは、うん、別に誰もどうでもいいんだよ。寂しい話ですか。寂しいよ、坂巻君。どうしたタク。タクだよ。ローさん。俺だけ、ローさんって言われたいね、お前。じゃあ、タクさん行きますか、そろそろ。ローちゃん行こうよ。